ベネズエラの歴史、ベネズエラの歴史では、ベネズエラボリバル共和国の歴史について述べる。クリストバルコロンの来航以前の現在のベネズエラに、相当する地域には、カリブ人系のカラカス人、テケス人やアラワク人といったインディヘナの諸民族が生活していた。ベネズエラのインディヘナたちは、南米西部のインカ文明、中央アメリカのマヤ文明、メキシコのアステカ文明、 原コロンビアのチブチャ継承文明のような高度な文明は気づかなかったが、マラカイボコに水上村落が確認されたように航海技術が発展し、このチアギアナから西インド諸島へ航海していった人々も多かった。また、西部のアンデス山脈地域のインディヘナは村落共同体を築いて道路を建設するなどの動きもあり、原コロンビアのムイスカ人とも交流があったと。 推測されている。1492年にクリストーバルコロンがアメリカ大陸を発見し、1498年にコロンはヨーロッパ人として初めて今日、ベネズエラとなっている地域を訪れた。同年とアメリゴベスプッチもこの地を訪れ、ベネズエラの国名の由来の最も有力な説は、この時にベスプッチがマラカイボこのインディオ集落をコベネツヤと呼んだことに寄するものである。 その後多くの征服者がこの地を訪れ、1523年にクマナに建設され、1526年には、ベネズエラ全土が、イスパニョーラ島のサントドミンゴのアウディエンシアに、統括された。しかし、ベネズエラから、エルドラード伝説から期待された黄金を産出しない、ことがわかると、スペイン王室から見捨てられ、ハプスブルク家のカルロス一世は神聖ローマ皇帝になるため資金を集めるために、 この地をドイツのベルザー家に貸し出すなど、ベネズエラのスペイン植民地としての待遇は決して良くはなかった。その間、インディフェナたちは征服者に激しく抵抗し、特にテケス人のグアイカイプーロは諸部族をまとめて戦いを挑んだ。1567年に征服者、ディエゴデロサーダはグアイカイプーロ軍の隙ついて、アンデス山中のグアイで渓谷中心部に、 サンティアゴデ・レオンでカラカスを建設したが、それでもこの地の完全平定は17世紀以降にもつれ込んだ。ベネズエラ全体の完全平定後も開発の波は押し寄せなかった。1594年にはイギリス海賊の襲撃によりカラカスは壊滅し、1641年には大地震によって再び壊滅している。この地は、 サントドミンゴのアウィエンシアによって統括されていたが、カリブ海のイスパニョーラ島から大陸部が統治されるという状況には無理があったため、カラカスのカビルドには大きな自治権が認められた。1676年以降はカビルドの知事は総督不在の際に行政権を施行する権利を得ている。1717 17年以降、1739年には正式に サンタフェデボゴタを中心としたヌエバグラナダ副王領に編入され、カラカスを中心にベネズエラの原型というべきまとまりが出来上がった。その後ボルボン朝の改革の中で、ラテンアメリカ各地の新副王領創設のブームに乗って1777年にが成立し、1786年にはようやくカラカスに独自のアウディエンシアが誕生して、司法権がサトドミンゴから独立した。 こうしてベネズエラは一つの地域としてのアイデンティティを保つようになった。このように、貴金属を産しなかった、この地は、ラプラタ地域と並んで、スペイン植民地の中でも開発が遅れた土地となったが、その分スペイン王室の監視は緩く、プランテーション農業が、黒人奴隷の輸入により発展した。当初発展した、ベネズエラの製品はタバコであり、ヨーロッパでの需要増大のために、 密輸による輸出が進展した。18世紀後半に、タバコ産業が衰退すると変わって、カカオ栽培が発達し、ヌエバエスパーニャン副王領のベラクルス経由で、スペインに輸出されるようになった。スペインの没落による、政界剣創出は、ベネズエラとスペインの貿易量を減少させ、代わりに、フランス、オランダ、イギリスとの密貿易が横行するようになった。 スペイン当局は密輸の阻止のために1728年にバスク商人によってカラカス会社、ギプスコア会社が設立させるとスペインとの貿易が拡大し、綿花やアイオも輸出するようになった。しかし、もはやスペインのみとの貿易に飽き足らなかったボリーバルケをはじめとするゲンチブルジョアジーはイギリス、オランダ、フランスとのさらなる貿易を望んだ。 その代価としての富と共に自由主義思想が流入することになった。ベネズエラとアルゼンチンはスペイン帝国内でも政治的には僻地だったためにスペイン当局の思想統制は弱く、密貿易による自由主義思想の流入には基本的には歯止めはかからなかった。そうして生まれた富裕層がルソーラのフランス自由主義知識人の影響を受けて、 後のラテンアメリカ独立運動において指導的な役割を果たすようになった。1800年にはカラカスの人口は約4万人に達していた。何回かの失敗に終わった後期の後、シモンボリーバルの指導のもとで1821年にスペインからの独立を達成した。ベネズエラは現在のコロンビア、パナマ、エクアドルと共に大コロンビアを形成したが、 1830年に分離して独立国になった。18世紀末からヨーロッパの政治情勢の不安定化を受けて、ベネズエラでも独立の機運が高まった。1795年にはフランス領三度までの黒人反乱、配置革命の影響を受けた黒人道が勃発した。1797年にフランス革命戦争の一環として、 ベネスエラ総官僚のトリニダード島がイギリスに占領され、1802年には正式に割上されるとベネスエラにもヨーロッパの戦争がみなものになってきた。1804年にはハイチ革命の影響を受けた有色人種暴動カスタの反乱が起きた。1806年に元スペイン軍の軍人でヨーロッパ各界の著名人と親交があったフランシスコデミランダが ベネズエラ独立のために、アメリカ合衆国から200人の義勇兵を率いて、上陸した。イギリスの支援を受けた、この、ミランダの放棄は、しかし、現地住民の動きが高温せず失敗し、植民地当局は、警戒態勢を強くした。1808年5月9日、カラカスのアユンタミエントは、フェルナンド7世が即位したことを知るが、その2ヶ月後の7月5日には、 フランス帝国のナポレオンがフェルナンド七世を追放、兄のホセ一世をスペイン国王に据えたことを到着したフランス戦が伝え、カラカス総督の不安でカサスと現地の交流に、ホセ一世への復従を求めた。1809年にカサス総督は更迭され、新任のビセンテ・エムパラン総督は、イギリスとの外国との貿易を自由化するなど、現地言語の政策を施した。 しかし、スペイン本国の進展の知らせで現地の不安は増し、エムパラン総督が、補正一世と接近していることが知られると、カラカスの指導者層は4月19日に、エムパラン総督の罷免を決議し、フンタ・フェルナンド7世の諸権利を、ベネズエラ諸州が保持する最高評議会を設立した。最高評議会の構成員の立場は一様ではなく、独立を主張する、急進派が一方で、 アセンダードの多くは自治派であった。最高評議会は議会開設の準備を進めて1810年6月に選挙催促を決定し選出された議会が、翌1811年3月2日にカラカスの大聖堂で開催された。議会は同年7月5日にベネスエラアメリカ合衆国としてスペインからの独立を宣言した。歴史学上の 1810年から1812年、時代が成立した。同年12月、シモンボリーバルはカラカス資産次会を代表して亡命していたミランナを連れ戻した。12月21日、ラテンアメリカ諸国で初めての憲法、ベネズエラ諸州連邦憲法が制定れた。これはアメリカ合衆国憲法に強く影響を受けた。 憲法であったが、市民権を拒否された黒人やパルドラの反乱を応答派が巧みに利用した。しかし、1812年3月のカラカス王自身によりカラカスは大打撃を受け、死の2、3が崩壊すると解放軍の指導者に就任していたミランダにもスペイン軍を止めることはできず、かかる状況下で降伏と亡命を主張したミランダは、シモンボリーバルによってスペイン軍に引き渡され、 カディスに送られて獄死した。以降解放戦争の主導権は不屈の闘志を抱いたボリーバルに引き継がれることになる。ボリーバルは現在のコロンビアにあたるヌエバ・グラナダ連合衆が支配していたカルタヘナに逃れて抵抗を続けた。ヌエバ・グラナダの独立指導者アントニオ・ナリーニョとフランシスコ・デ・パウラ・サンタンデルは1812年に崩壊したベネスエラ共和国を代表として 抵抗を続けていたシモン・ボーバルを統領とするベネスエラ人独立勢力らと協力してスペイン軍と戦い、ボリーバルも1813年にはベネスエラを再び解放した。しかし、本国でのフェルナンド7世の反動的福井によってスペイン軍は再び勢力を増した。独立軍は連邦派、カルタヘナ派と集権派、ボゴタ派との不一致を突かれる形で1814年2月に ボゴタを喪失し、ナリーニョはスペインに連行され、投獄されてしまった。ボリーバルは、その後カリブ海側のカルタヘナを拠点に、スペイン軍と戦い、ボゴタを奪還したものの、1815年6月にカルタヘナで起きた、王統派の放棄に敗れ、かろうじて、イギリス領ジャマイカに逃れたが、1816年5月、スペイン軍の攻撃によりボゴタは陥落した。しかし、 ボリーバルはジャマイカで有名なジャマイカ書館を書いた後、イギリスなどと友好関係を結んで援助を受けることに成功し、さらに、ハイチに渡って、ハイチ南部を支配してい、アレクサンドル・ペション大統領に、ラケンアメリカの解放後、黒人奴隷を解放することを条件に、物心両面の援助を受けた。1816年にはまたもや、ベネスエラに上陸したが、ジャネーロ。 オリノコ川流域の平原部イコールラノに住む、牧道たちのこと。ベネスエラのガウチョの協力を取り付けただけで破れてしまい、ハイチに引き返すことになった。走行ううしているうちに、ボゴタが陥落してしまったが1817年、今度は準備を整えて、ベネスエラに再進行し、スペイン軍の裏をかいてまず、ヌエバグラマを解放しようとした。ベネスエラのアンゴストゥーラが解放された後、 1818 18年には、ジャネイロの闘目だったの力を借りることに成功し、1819年には、アンゴストゥーラを臨時首都としてのネスエラ第三共和国が再建され、コロンビア共和国、1819年から1831年も創設された。1819年8月のボヤガの戦いに、勝利すると、ボゴタが解放され、ヌエバグラナダも、 最終的に解放されて、ボリーバルはコロンビア共和国の建国を正式に宣言し、コロンビアの首都も解明されたボゴタに定められた。こうして、ボリーバルはヌエバ・グラナダを拠点に、母国ベネズエラの解放を進め、1821年にでの勝利により、カラカスが解放されると、ベネズエラも最終的に解放され、両国は改めて正式に、 コロンビア共和国を形成した。1820年には解放されたグアヤキルが、1822年には、キトが併合され、このコロンビア共和国は、現在のコロンビア、ベネズエラ、エクアドル、パナマのすべて及びペルー、ガイアナ、ブラジルの一部を含む北部南米一帯を占める大国家となった。ボリーバルが、ペルー・ボリビア方面の解放に向かう中、 1821年9月、ヌエバグラナダ人で、ヌエバグラナダを代表して、ボリーバルの副官を務めていたサンタンデルは、コロンビア共和の副大統領となり、不在の大統領に代わって、ヌエバグラナダを治めていた。1827年のボリーバルの帰還後、コロンビア共和国を集権的にまとめようとする、ボリーバルと連邦的な要求をするサンタンデルや、 ベネズエラを支配するの不満は大きくなっていった。サンタンデルは1828年にはボリーバルの暗殺を図ったため亡命した。さらに、紀頭をめぐってのコロンビアとペルーの戦争も起き、もはやボリーバルの威信の低下は明らかであった。その後も、ボリーバルはコロンビアの分裂を回避すべく統治したが、うまくいかず、ベネズエラが独立を要求した。 コロンビア共和国の維持は解放者の力量をもってしても不可能かと思われた。1830年にエクアドル旧南部地区、キトとグアヤ・キルト・クエンカが連合して赤道共和国を名乗ったと故郷ベネスエラはパエスの指導下で完全独立を果たし南米大陸統合の夢に敗れ自分の政治的な努力が全て無理に終わったことを悟った解放者は 終身大統領を辞職し、ヨーロッパに向かってマグダレーナ川を下る中、サンタマルタ付近で失意のうちに病死した。解放戦争が終わった時、南米大陸各地での戦闘の主力を担ったベネスウェラ兵は多数の死者を出し、さらに戦時中の地震、薬病によりクリオージョの伝統的な支配層は崩壊し、人口は独立前の3、4ほどの80万人に減っていた。 ベネズエラの19世紀から20世紀初頭は、政治的不安定と独裁政権による支配、革命による政権の交代に彩られ、独裁か無政府状態が続いた。ボリーバルの危惧は、ベネズエラにおいて的中したのである。1830年に、ホセアントニオ・パイスは、第4代大,大統領に就任し、以降1847年まで、パイス時代と呼ばれる。 先制政治が続いた。独立戦争に資金を援助していたカラカスの商人や従軍した商兵らは植民地政府側の旧所有地の払い下げを受け、さらに先住民共有地や公有地の売却により土地集中の機会が増した。これらの新しい土地所有者層は輸出用農畜産物の生産により経済的な力を増した。 欧米列強からの多額の借款で遂行された独立戦争の見返りに列強に対する多くの経済特権が与えられて外国に国家財政の支配を許すことになった。当時のベネスエラは中央集権的な国家だったがパエスの連邦主義的な思考により中央集権派ボリーバルパは権力を持つことなく排斥された。こうした状況の中で1840年には パエスに反対する勢力が反戦制、反教会を掲げて自由党を結成し、1846年には内戦が起こしたがすぐに鎮圧された。その後1847年に、ホセタデオ・モナガスが大統領に就任すると自由主義的な政治が進み、以降1858年までモナガス兄弟による先制支配が続いたが、これも 反対勢力の攻撃にあって崩壊し、反乱軍の指導者だったフリアン・カストロが大統領に就任した。カストロは1858年に、連邦主義的な1858年憲法を制定したが、連邦主義者の不満をなだめるには至らず、エセキエル、サモオーラ、フアン・クリソスとモファルコンらの自由主義者が反乱を起こし、自由党派と保守党派の間で、 1859年から1863年が行われた。再び大統領に返り咲いていたパイスは1863年のコチェ協定で和解し、同年ファルコンが大統領の下にベネスウェラ連が成立した。しかし、1868年にも流す親子のクーデターにより、ファルコン政権は崩壊し、再び不安定な状態に陥った。 1870年から1888年までをグスマン時代と呼ぶ。1870年に内戦を収めて政権を握ったアントニオ・グスマン・ブランコは自由主義的カウディ女として国内の近代化を進め、アメリカ合衆国とフランス、特にパリに憧れ、カラカスをパリ風に改造することに力を注いだ。当時のブエノスアイレスでも同じことが行われた。 18年間の在任中に、反教会政策、1、10の税の撤廃、公教育の世俗化、教会財産の没収など、鉄道の不設、自由貿易などによって、ベネズエラの近代化を図り、特にベネズエラの鉄道のほぼ全てといって良い区間が、この時期に、イギリス資本とドイツ資本によって開発されている。ボリーバルの名誉回復もブランコによって、積極的に進められ、 この時代にアルゼンチンやペルーでサンマルティンがそうなったようにボリーバルも国民統合のシンボルとして価値を再発見された。しかし1888年にパリに外遊中に保守派や独裁に反抗する勢力の反乱により失脚した。この時代は経済のモノカルチャー化が進み1880年代にはコーヒーが 輸出総額の55%を占めるまで主要産業となり、1890年代にはおよそ80%に達した。1895年に、英霊ギアナ、ガイアナをめぐってのイギリスとの国境紛争があったが、米国の調停により和解した。しかし、領土問題は今も続いている。1899年以降、アンデス山脈たちラシュ出身の二人の、 独裁者によって三十五年近い独裁政治がなされたので、ベネスエラでは特に千九百八年から九百三十五年をゴメス時代と呼ぶ。二十世紀に入ってからもアルゼンチンのフアンペロンのように進歩的なカウディ女がポプリスも起き取るようなことはなく、十九世紀以来のむき出しの暴力の政治が続いた。ゴメスの死後政権を握った軍人もタチラ州の出身である。 1899年のアンドラーで政権にて採択された中央集権憲法に対する地方の不満と折からのコーヒー不況を背景にして1899から1903年に繰り広げられた内戦はコロンビア国境付近のタチラ州のリャネーロの頭目だったシプリアーのカストロが権力を得る機会を作った。カストロは1899年にレスタウラシオン。 維新革命を掲げてからかすりすると、大統領任期を6年に延長し、普通選挙を撤廃して、大統領職を軽外化させた。カストロ時代には、ヨーロッパとの対立が、顕在化し、1902年12月には、内戦中に受けた被害の賠償を要した、イギリス、ドイツ、イタリアの艦隊が使用港のラグアイラ、プエルトカベージョを襲撃する事件が起きた。アルゼンチンの外務大臣、 ルイス・ドラゴは、ドラゴ・ドクトリンを唱えこの事件を批判し、米国の朝廷もあってカストロはこの事件を有利に解決し、基盤を盤石なものにした。しかし、カストロの副官として、カラカス入りし、副大統領となっていたフアンビセンテゴメスは、カストロがフランスに渡った隙をついて1908年に、米国の支持を得た上で、軍内のカスロ派を排除し、大統領職に就任した。 その強引な手法から、アンデスの暴君と呼ばれたゴメスは、それでも、対外政策では恩検索を取って、カストロ時代に発生した欧米との問題を解決し、財政を立て直すために、外国資本を導入した。こうした政策は功を奏し、ゴメスは、海来大統領を据えて、権力を維持し、1929年の大恐慌をも、切り抜けて1935年まで27年間に、 わたって、政権を維持た。ゴメス時代には1914年に、マラカイボコで、世界最大級の油田が発見され、石油開発は、外資優遇政策によって、順調に進んだ。それまで内戦と独裁を繰り返す貧しい、農業国だったベネスエラは、1930年には、メキシコを抜いて、世界最大の石油輸出国となった。こうして突如としてはいた、 石油収入により、公共事業や各種産業が起こり、ハイウェイが建設されて都市化と都市間の交通整備が進み、石油産業の波及効果によって、ベネスエラではコロンビと並んで、アンデス諸国の中でも厚い中間層が形成された。ベタンクール以後のベネデモクラシアはこの中間層と富裕層によって成り立っていたと言っても過言ではない。 他方このような体制に反対する勢力も多く、1928年の学生暴動では、ロムロベタイクールらが逮捕され、幾人かの活動家が死亡したが、ここで活躍した反体制派は後に、1928年の世代称されることになる。1935年にゴメスが死ぬと、ゴメス派や家族への暴動が起き、 死刑が行われたが、翌1936年に国内の混乱を収めたゴメス派のエレアサルロペス・コントレイラス将軍が実権を握り、軍事政権が継続した。しかし、政権の弾圧は弱くなり、亡命先のコロンビアから帰国したベタンクールが中心となって、ベネスエラ選挙革命組織が形成され、翌1937年には国民民主党として政党になった。 1941年に成立したイサイアス、メディーナ・アンガディータ将軍の政権では労働者への改柔が進み、同年7月には国民民主党は民主行動党 ADE と解消し、当局からも合法化された。メディーナは文民政治と改革を志し、軍の青年将校もこの路線に従って政治から手を引くことを望んでいた。このような青年将校と、 民主行動党の連携によって1945年の10月革命が成功したのである。1945年10月18日、民主行動党がマルコス・ペレス・ヒメネスをはじめとする軍政に反対する軍の青年将校と結んでクーデターを起こしメディーナ政権が転覆した10月革命。これによりベタイクールが臨時大統領に就任したが、 軍部との矛盾が次第に明らかになると1948年11月にクーデターが起き、同年2月に選挙での勝利により就任していた文学者のロムロガジェーゴス政権は崩壊し、軍事評議会が政権を握って民主行動党は再び非合法化され、ベタンクールらの指導部も亡命した。軍内部の実力者だったマルコスペレスヒメネスは、 この状況下で行われた1952年の大統領選挙での民主共和国連合の勝利を無視して自ら大統領に就任し、その後1958年まで再び軍事独裁政権が樹立された。また、1950年代の独裁時代には、ポルトガル、ドミニカ共和国、チリなどのヨーロッパ諸国やラテンアメリカうち途上国からの移民の流入が進むことになった。 独立以来ベネズエラでは軍人統治が主流だったが、ようやくベネズエラにも民主化の光が差した。1958年の民主化以後、ベネズエラは文民による民主主義政権によって統治されている。1957年12月、自らが1953年憲法で定めた5年の任期が切れそうになると、ヒメネスは自らの権力に合法性を与えるために、 信任投票を実施した。不正選挙によりヒメネスは圧勝したが、逆にこのことが反対勢力の増長を招き、翌1958年1月21日に、政党と海空軍が反乱を起こし、ヒメネスは亡命した。後を継いだ、軍恩憲派のオルガングラ・ラサーバル将軍は12月に民主的選挙を実施し、コペー党、民主共和連合を破って、 民主行動党のロムロ・ベタンクールが勝利し、翌1959年2月に正式に大統領に就任した。こうしてベタンクールは民主的に選ばれ、かつ任期を無事に過ごし、次の候補者へ民主的な手続きで政権を移譲することができた、最初のベネスラ大統領となった。こうして、ベネスエラでは、ベタイクールの指導下に各党の間に政党政治の原則が確認され、 軍人の独裁に代わって文民による民主的な統治の伝統が築かれることになり、ベネスエラ人はこの体制をベネデモクラシア、ベネスエラ型民主主義と呼んだ。この民主主義体制の成立にはベタンクールだけではなく、野党、コペー党のラファエル・カルデーラ・ロドリゲスや軍の実力者の協力も大きく、こうした勢力が一致して、 キューバに支援されたの共産ゲリラの脅威や軍局勢力などによるテロやクーデターを克服することになる。ベタンクール大統領は1930年代にコスタリカ共産党の指導者であったが反共主義者に転向しており、米州に民主主義を広げるとするベタイクールドクトリンを掲げてドミニカのラフエルトロヒーヨ政権やキューバのフィデル・カストロ政権と敵対した。 社会民主主義的な側面も強く、内政では、進歩のための同盟への模範として1960年に土地改革が行われた。これも結局は、公有地とペレスヒメネス派の私有地の再分配に止まり、大土地所有制の根本的な解体にまでは、至らなかったものの、それまでのベネスエラ政治に比べれば、前進ではあった。外交政策では、石油交山省の初代大臣に、 ペレス・アルフォンソを任命し、1960年の産油国による石油輸出国機構、OPEC の設立や国営石油公団の設立を主導した。そして、ベタンクールのこうした政策に反感を覚えた共産党と連立政権から脱退した民主共和連合及び民主行動等の左派が脱退して結成された革命左翼運動が左翼ゲリラを組織し、 キューバの支援を受けて革新的な軍の一部と共に、東部山岳地帯でゲリラ戦を開始した。1964年に成立した、レオーニ政権はこの南極を切り抜けることはできず、結局ゲリラへの恩赦を公約にして当選した、コペー等のカルデラが1969年に大統領に就任した。カルデラは、ベタイクールドクトリンを転換させて、キューバ的死政策をやめ、 国内の左翼ゲリラとの戦争を終わらせ、東側諸国との関係改善を行った。1973年の選挙では、民主行動党が再び政権に返り咲き、カルロス・アンドレス・ペレスが大統領に就任した。ペレス時代は、現役校で後継期となり、そもそも南米で最も一人当たり GDP が高い国でもあっただけに、サウジベネズエラと呼ばれるほど繁栄した。 メキシコのルイス・エチャベリア大統領との協力により、ラテンアメリカ経済機構、セラの設立にあたって指導的な役割を担い、ラテンアメリカ統合の機種となった。1976年1月には、石油国有化法を制定して、ベネズエラ国営石油会社、PDVS が設立された。一方で徐々に国際収支は悪化していき、石油収入を背景にした。 石油をまく放棟財政により赤字は積み重なっていった。また、汚職や腐敗がひどくなっていったのもこの時期である。そしてこのように進展する民主主義の陰に社会正義が実行されないという状況が発生し、1979年に就任したコペー等のルイスエレイラ・カンピンスはこの問題に直面した。石油収入で得た放棟財政は赤字を積み上げ、 理念として掲げられていた貧困層の救済は実態を回復するものではなく、カラカス郊外のランチョ、スラムは拡大し、中間層や富裕層の射死はひどくなっていった。このためエレーラはそれまでの積極財政から、緊縮財政へと経済政策を転換したが、1981年に対外債務は189億ドルにまで達し、1982年には、 石油収入にもかかわらず、ベネズエラは債務不履行に近いところまで追い込まれた。政府機関と非能率な国営企業の赤字は積み重なっていき、失業、経済停滞が続いた。この傾向は1984年に成立した背面、ルシンチ政権でも是正されず、こうして蓄積した社会矛盾は次の新しい時代を準備しつつあった。 1989年に民主行動党のペレスが再び政権を握ったが、原油価格の低下は、債務危機とともに緊縮財政を余儀なくし、こうした中で、財政再建のために新自由主義モデルを導入しようとした。この政策により、1989年に実施された公共料金の値上げはそれまでの石油収入のレント政策でなだめられていた低所得者の怒りを招き、 カラカソが起きた。組織化されていない非武装の大衆を相手に、政府は、軍の出動、発砲を命じ、この事件で700人、以上、3000人とも言われる、諸説ありの死傷者を出した。こうした、状況下で1992年、軍の空挺部隊の一員だったウーゴチャベス中佐が、政治改革を求めて、2月と11月の2度にわたり、数十年ぶりに、 軍事クーデターを起こそうとしたが、これは失敗した。翌1993年にはコペイの創始者のカルデラが貧困層や中間層へのポプリスモ的な政策を掲げて当選したが、それでも経済停滞は貧困層への十分な対策を立てられなかった。1998年12月の選挙で、1992年の2度のクーデター未遂事件の首謀者で、 第五共和国運動を率いたウーゴ・チャベスは、貧困層からの圧倒的な支持を受けて当選し、民主行動党とコペ党の二大政党制は、崩壊した。1999年に大統領に就任した、チャベスは徐々に、立法、司法、行政を自派で占めていき、この事実上の独裁政権は、反米主義、反新自由主義、反グローバリズムを訴えて、 次第に国内の他の政治力やマスメディアへの締め付けを行い始めた。こうした中で2002年にアメリカ合衆国の支援を受けた反ンチャベス派によるクーデターが実行されたものの失敗に終わる。さらにチャベス大統領は解放者に敬意を示して1999年12月に国名をベネスウェラ共和国からベネスウェラボリバリアーナ共和国。 ベネズエラボリバル共和国に変更した。2006年3月には国章の馬の向きを右方向に走っているデザインを左方向に走っているデザインに変更し、その後公用の国旗も星が一つ増え、左上に変更された国章が加えられたものに改正された。2007年11月28日にチャベス大統領がコロンビアでウリベ大統領が在任する限り、 同大統領、同政府といかなる関係も持たないと述べたのを受けてマスコミは国交断絶と報じてる。2008年3月1日に隣国のコロンビアがその西隣国であるエクアドル領内に拠点を構えていたコロンビア革命軍ファークへの越境攻撃を行ったことに抗議し大使召喚を発表し国軍に国境への増派を命じた。6日にエクアドルも コロンビアとの国交断絶を表明し、新米右派コロンビア大半米左派ベネズエラグアドルの構図で対立が深まるのはないかと懸念されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。